てくるこのプレナリーですね。いやもう精神的にはかなりのプレッシャーだと思いますね、あの点出るまでが非常に長かったですからね、その間ずっと待ってましたからね、はい、現在総合で3位につけているジェル・プレナリー、この人も初優勝の大きなチャンスを握っています。最初のコンビネーションはうまく決まりましたね。そうですね、あの2回目のジャンプの着地がねちょっとシェイキーだったのが残念ですね。はい、次のフリップですね。これは高さが十分ありました。勢いに乗りますアメリカのジル・トレナリー。からの3回転サルコーですね、着地にちょっとつまずきありましたね。住田さん、前半はやや不安定なところありましたけれども、動きはなかなかキビキビしていたんじゃないでしょうか。そうですね、あの彼女の持っている美しさ、それから技術的な確かな面を一応出してますね。はい、去年のパリ大会では最終滑走者として出てまいりまして、非常に不安定な演技で優勝のチャンスを逃しましたトレナリーですが、今年は違います。この3回転も決めましたね。勢いに乗っています。動きも大きくなりました。乗ってますね、彼女。総合3位で最終のフリーを迎えたアメリカのジル・トレナリー、そのフリーの演技終わりました。平松さんどうでしょうか、持っている力の何パーセントぐらい出てますか。そうですね、彼女としては非常に満足な出来じゃないですか、はい、素晴らしかったと思います。特にオリジナルプログラムはね、ああいう不本意なコンビネーションのジャンプがありましたから、非常に満足だと思います、はい、
新田さん、パリのあの出来から比べると全くもうガラッと変わりましたね。そうですね、あの彼女が世界選手権初出場した時もあの大変いい動きをしてたんですけどね、まあ、あの今日のフリーは、まあ、彼女 の、 あの力から言ったらほぼ満足すべき出来だと思いますね、はい、この後に総合トップに立っているソビエトのナタリア・レベデーワが控えていますが、そのジル・トレナリーの演技です。これあの得意の、ね、トリプルサルコーを降りた後の嬉しさが出てましたね。そうでしたね。しかもこのハリファックスのありますノバスコシアというこのカナダのこの土地はですね、アメリカとの国境に接してました。アメリカのファンも多いんですよね。はい、技術点が出ました。まあ、伊藤みどりのあの技術点から比べるとはるかに低い点なんですけれども、ジル・トレナリーにとっては非常に伸び伸びとした演技ができたように思います。彼女は第2点の方ね、芸術点が上がる選手ですから。そうですね、はい、これで芸術点の方が上がってこのフリーで2位になりますと、トレナリーの初優勝がもうほぼ決まるという感じです。あ、出ましたね。 5.8 が1、2、3人、その他6人が 5.9。 現在のところフリーでこのジル・トレナリーがトップに立っています。